フィアット CR-32 フィアット CR-32 はスペイン内戦と第二次世界大戦でイタリア空軍によって使用された複用式の戦闘機。当時は最も素晴らしい複用戦闘機のうちの一つに数えられたが、より先進的デザインの太陽機によって追い越され、第二次大戦開戦時の1939年には時代遅れになっており、当時貧弱であった。 爆撃戦力や夜間戦闘任務へと回されることとなった。CR-32 は、フィアット CR-30 を設計の母体に据えて、ギシチェレスティのロザテッリによって開発され、そのデザインが活かされた、流線形な胴体を特徴とする。二羽プロペラは、同射性の600馬力エンジン、フィアット A-30 によって駆動された。武装は、 エンジンカバーの上に2丁の7 7ト、mm、ルか1 2 7ト、mm、ルセイファット機関銃を装備した。後期には、機種上面に2丁のプロペラ同調式1 2 7ト、mm、ルブレダセイファットと、下翼にプロペラを避けて、左右1丁ずつの7 7ト、mm、ルブレダセイファットを備えたものもある。フィアット CR-32 はテスト機関が終わると、直ちにイタリア王国空軍から、 生産発注が行われ、1939年5月までに2型、3型、4型、合わせて1052機が配備された。本機は操作性が良く、また、機体構造も頑丈であったため、パイロットの評判は大変良かった。本機は、スペイン内戦から第二次世界大戦にかけて使用されたが、新型機が配備された1942年以降は、 夜間対地攻撃任務へ回された。1933年には中華民国から16機が発注され、日本軍の侵攻に対して戦った。戦闘の初期には戦果も上げたが、1937年12月の南京陥落までに全機が失われた。オーストリア陸軍航空隊に配備された CR-32 ビスは国がドイツに併合された後、 部隊ごと JG54 の一部となり、初期ドイツ空軍の装備として使われた。ありがとうございます。